Go to eat でですね感染された方っていうのは利用者はゼロということですが従業員どのくらいですか店舗数とか感染の報告があった人数は11月9日時点で15名店舗数は11店舗となっておりますまたその内訳ですが北海道は4店舗8名千葉県2店舗2名愛知県1店舗1名大阪府2店舗2名 広島県1店舗1名、徳島県1店舗1名となっております一方、加藤官房長官はこれまでに GoTo Eat 事業の利用者に関しては感染者が確認されたという報告はないと述べています政府は深刻な打撃を受けた飲食業を支援するため今後も GoTo 事業を続けていく方針です